はい、どうもおはようございます。はい、ということで、関東エリアツアー第7弾、7カ所目はこちら、フィッシュアップ秋川湖さんです。はい、いいですね。初めてはい、まあ、サマーランドさんの敷地の中にある、フィッシュアップ秋川湖さんですけども、こちらのね、橋本さんとは、かなり、よくしていただいて、で、まあ、お世話になって、フェザーも、秋川湖さんには、置いてもらえてますんで、まあ、僕としてはようやく来れたかなと、いう感じの、エリアです。はい、ずっと来たかったんですけどね、なかなかちょっと関西からだとなかなか遠かったんで、はい、今回、初の、秋川湖さん非常に楽しみです。めっちゃ魚が、大きいらしいんで、で結構数もやっぱそんなにめちゃくちゃ渋いわけではなくて、そこそこ数も釣れて、で、サイズがでかいっていう感じなんで、で結構敷地も広大なんで、まあ、気持ちいいエリアさんかなと思いますんで、今日は、いろいろ楽しんでみたいと思います。はい、頑張ります。まずは、ライトニングで、手前の方からちょっと探っていきます。まあまあ、結構池幅はあるんで、手前の方でもし釣れるんだったら手前でした。もうちょっと行ったんだけど、でかい。あ、外れた。60ぐらいあった。最悪。いきなりちょっと60ぐらいのやつが食いましたね、さっき。ビビった。でかかったなぁ。強烈やな、魚。ここはもしかしたらパラダイスかもしれへんな。いきなり食ったけど外れちゃいましたね。さあ、2連発。これもでかいんちゃうか。でっけ。うわ、めっちゃ走る。鬼。強烈やぞ、これ。これめっちゃでかいな、これも。鬼のようなでかさ。2連発で。でけえ。やっべ。60はあるなしかな。相当でかいよ、これ。50後半は確定ですね。はい、ファイトしたわ。はい、56、7はあるね。はい、ライトニング。ブラック。2連発。やべ。ナイスサイズやね。2連発でこのサイズがヒットしました。秋川湖さん。すごいかもしれない。ライトニングのホールですね。はい、完全に。うわ、いい魚。最高です。ドリフトホールですね。うわ、くそ。貴重なバイト。一撃のバイトの価値がここもあるエリアさんの感じがしますね。あ、これは40ぐらいやな。これはそうだね。しかし、いい感じで、釣れますね。ライトニング。よっしゃー、ちっちこんなんいるのこんなんいるの。あ、そうなん。こんなんいるんやね。この辺はこの辺ちっちゃいのが溜まってるんや。そうなんだ。ちょっとじゃあやめとこうか。まあでももう一回ちょっとやってみて、それでもチビが釣れるやったらもうこの場所はちょっとやめます。狙いはあくまでもビッグワンなんで、まあでもまあ最初やから、まあいろんなところで釣りしてみよう。よっしゃ、これでかい。来たよ。これも50後半ぐらいあるやろ。見て見て、映ってる、これ。あ、映った。最悪、バレた。でも映った。でかかったやろ、めっちゃ。めっちゃかっこいいやつやったな。ほいで大ジャンプ連発した。バレちゃったよ。くそ。来た。ちっちゃい方が食った。今めっちゃでかいのがふわーって寄ってきてて、よっしゃよっしゃってこのままちょんちょんちょんって刺さったろうって思ったら、よくちっちゃいのがパクって。お前じゃないよね。まあでも結構いいペースで連チャンしてます。秋川湖めっちゃ楽しい。完全にドリフトですね。左から右に結構流れかなり効いてますので、ラインテンションかなりちょっと張った感じで、もうがっつり、テンションかけて流していけば、そんな感じですね。ちっちゃい。結構こういうのおるんやな。はい、でもライトニング連発。
完全テンションハリウッド、ドリフトターン、テンション結構張ってますね。なんかこれラインに出るのと同時に感度に出ますね。あっこれ楽したよ、でかい、これはでかいで、これはでかいだろ、これもう確実に50はありますね。グリングリンしてる、ちょっと待って、これラインが寄れまくる。これも50中盤ぐらいのやつですね。こいつは全然走らんかったけど、あのニジマス独特のローリングローリングでしたね、ひたすらローリング。糸よれよれやで。はい、でも50中盤ぐらいのデブ、あ、こんだけメタボやったらそれは走らんわ、腹パンパンですわ。やばないこれ、この巨体腹パンパン。ライトインブラックハマってますね。いい魚やね、これも流れに当てて、そこでしっかり流れを受けながらドリフトする方が、ほら、これもでかいんちゃうか。うわ、また外れた、なんか今日バラしまくりじゃない。フックがもうあかんのかもしれんな、昨日釣りまくったやつやから。今はちょっと、まあ左から右にも流れが流れようんですけど、しっかり流れを受けさせた方がいい感じですね。いつもはテンション抜き気味でライトイング、送り込みながらやるっていうのも結構言ったりするんですけど、今はどっちかというと流れをしっかり受けさせて、で、完全にあの U 字ターン の, あのドリフトですねを演出してやった方が、食ってる気がするんで、多分ね、割と魚が浮いてるんでしょうね。表中層ぐらいのところでステイしてるやつが流れを受けて、よっしゃ、こうゆっくりとゆっくりゆっくりサスペンドしながら落ちていくやつとレンジがぴったり当てる気がしますね。連発やわ、ほんまに連発。結構その流れに対してそれをこう送り込むような感じでホールさせていく場合と、しっかり流れを受けさせて U 字ターンでこうスーッとドリフトさせてくる方がいい時と、ちょっと二通りあるんで、今日は本当に U 字ターンしっかり流れを受けさせて、その流れに引っ張らせるような感じ、抵抗をしっかりと、加えてやりながら、かつ、ちょっとずつだけホールさせるような感じで、中層付近を、スローに、それで攻めれることができるんで、はい、それがちょっといい感じかなっていう気がします。はい、はい、ちょっとライトイングはボコボコに釣れるということが分かりましたんで、次は、このライトイングジグヘッドの 0.5g を使ってちょっとやってみたいと思います。はい、これは、秋川子さんの受付にも、置いてますんで、はい、まずはこれの 0.5g を使ってちょっとやってみたいと思います。はい、よいしょ。おい、やっぱ05やったら結構向こうの対岸付近まで飛ぶな。ゆっくり巻きをゆっくり入れながら、巻き下げていきます。はい、ちょっとずつ巻いてちょっとずつ下がっているような感じですね。はい、いきなり来ましたね。一撃でした。05ライトイングジグヘッドの一撃でしたね。これは可愛いサイズ。まあ40ぐらいの、40あるなしぐらいのサイズでしたけど、はい、これもバッチリです。ライトイングジグヘッド、受付に置いてます。はい、ちょっとずつ巻きながら下げていくっていう感じですね。初心者の方にもすごく使いやすいと思いますんで、はい、まず最初はこの 0.5g ぐらいのやつから、使ってもらったらいいかなと思います。はい、カラーチェンジでいきます。そういうブラック完全に当たりだとは思うんですけども、まあまあここであえてのカラーチェンジというかいろいろ試していきたいと思います。攻め方は同じですね。もうバッチリや、でかい、これもでかい。まあまあ50あるなしぐらいですね。ゴンブトな魚体です。パンパンや、これ。尾びれがないわ。尾びれがなさすぎて、あんま引かんかった。でも、これはメタボやね、これも。はい、色鮮やかな、いい感じ。ライトイングホワイトです。はい、バッチリですね。ちょっと白に変えたら、白もバッチリですね。はい、一撃でした。しっかり流れを受けながら、超スローに、ドリフトホールさせていきます。食うところは本当にもう中層で食い寄るんで、ボトムに落ちきる前ですね、ちょっと下がりきった後は、一回トゥイッチでパンと
誘いを入れて仕切り直しと、あくまでも上の方です、クワスです。どうだった、でかい、これもでかい、これは60クラス来たんちゃうか、これは60クラス来たやろでけえ、これ足元の駆け上がりについてますね、えぐいえぐいえぐいサイズや、これ強一やなバラしたやつもっとでかかったやつは、まあ、2匹ぐらいおるけど、これはなんとか取りたいな。今日なんかめっちゃバラしてるからな俺、こんなサイズを、うわえぐい、重いな、最高ですね、この時期でもやっぱこのサイズになると持ってくな。ちょっと待って、強烈なサイズ、ちょっとね若干体に巻いてる感じ、さっきの手前に来た時に、ね、方向転換してカッカッ、おっ OK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 
が60近いでしょむっちゃでかい。60あるな、これは多分。でけえ、ナイスサイズです。最高です。面白いね。手前の駆け上がりについてましたね。スーッとドリフトフォールさせていって、手前の方も行くとこう U 字ターンで帰ってくるんですよね。で最後こうドリフトの傾斜のところにストーンと当たった瞬間にポンと持っていったんで、まあ、やっぱりテンションを常に張って手前までチャンスがあるんで、こういうやつはもう駆け上がりもしっかり意識して攻めることが重要だと思いますね。駆け上がりを横に引っ張ってくるよりはこう斜めからストーンとホールで当ててやった方が食わせやすいような気がしますね。はい、じゃあライティングでどんどんやっていきます。思ったより、別に飛距離がいるっていう感じでもないですね。どっちかというともう結構ライトイングの飛距離でガンガン届く範囲でバイトは出てますんで、まあ、今のところ飛距離よりもどっちかというとフォール速度の方が大事かなっていう感じがしてますね。しっかり、まあ、流れを受けさせながら、ドリフトフォールさせていくという感じで、そこの中層ぐらいでバイトはガンガン出てる感じなんで、まあフォール速度ではめてるっていうような感じですね。まあ、こうなるとやっぱりジグヘッドよりライトイングの方が有利かなという気はします。ほら、もっとね沖にぶっ飛ばさないと釣れないようなんだったらもうジグヘッド投入してやろうかと思ってましたけど、こんだけ手前でガンガン食ってくれれば、これもでかいね、40オーバーですよ。こんだけ手前でガンガン食ってくれればライトイングの方が圧倒的にいいですよ。ジグヘッドがちょっとフォール速度が速い感じなんで、ちょっと合ってない気がしました。さっきちょっと使ってみたんですけど、さあこれも、普通に40オーバーライトニングでゲットです。まあまあこういうパターンの時は、もうライトニングのドリフトですね。しっかり、流れを受けさせてやって、中層付近で少しでも粘れるような感じにキャスト位置を持っていって、ラインスラック、ラインメンディングですね、キャスト後のラインメンディングをしっかりパンとこう手前まっすぐに戻してやって、すぐに一点設置に切り替えて、ドリフトでしっかり流れを受けさせながら、ゆっくりゆっくり中層付近を粘らしながら引いてくるというようなことがポイントかなと思います。はい、さあ、同じようにライトイング、しっかりラインテンションを、まあ、しっかりといってもそんなにピンピンに張る必要はないというか、張ることは不可能なんでライトニングの場合ですが、一点設置、水面とラインの設置面が一点になるように、持っていってやって、であとは余計な動きをさせずに、しっかり流れを受けさせてやる、でしっかりドリフトさせてやるっていうことを意識させる。半テンションで送り込んでいく必要はないですね。逆に中層付近を、少しでも粘らせながらU 字ターンで返してきてやった方が、いい感じがしてます。はい、そっちで全然バイトが出るんで、この、U 字ターンでピンピンにテンション張った状態だったら食わへんようなパターンだとよく半テンションで持っていったりはするんですけど、そこまでする必要はない感じですね今のところ。
しっかり、そうだ、でけえ、60クラスだ、また来た。でっけえ、でっけえ、これも60クラス。しかも、かっこいいやつですよ。かっこいい口の鼻曲がりの、スピードないけど、やっぱ重量感があるね、このサイズ。60になると。あんまり引かへんすけど、走らへんすけど、重たいから。すごい。ずしっと来てるから、よりは、なかなか寄らへんけど。やっぱこれもライトインですよね。まぁ、一回、跳ね上げて、バシッと、駆け上がり付近で一回跳ね上げさして、最後、駆け上がりについてるやつを狙い撃ちっていう感じでしたけど。はい、オーロラでっかい。しかも、鼻曲がりのオスの超かっけえやつ。やべえ。まあ、駆け上がりについたやつはリアクションで結構ファッとこうね、リアクションバイトしてきたりするんで、まあまあその辺もライティングで使っていけばいいかなと思いますね。はい、駆け上がりコンとこうピッチさせた後のしっかりこうその後結局フォールで食わせるんで、その後のラインの変化っていうのは絶対に見逃してはいけませんけどね。はい、ある程度沈んだなという感じのところでまたトゥイッチ入れて浮かせてドリフトフォールを仕掛けてきた。もう完全にこのパターン、バカバカやね。これは50ありましたな、50ありましたぐらいです。まあ47ぐらい、8ぐらいだけど、あ、ええでこれは。あ、じゃあ来る杖置きで撮ってたけどカメラマンが寄ってきてくれたんで、まあじゃあせっかくなんでこのライトイングのアップでも撮っときますかライトイングのライトオリーブがっつりです、はい、やっぱりもうドリフト、そのテンション張ったドリフトですね、はい、流れにしっかり当ててやるっていう感じ、そっちの方がいい感じですね。で手前の駆け上がりまで落ちてきたらボトムでも食い寄るって感じですね。はい、沖はもう中層で完全に、食わせるっていう感じですね。はい、手前の駆け上がりは本当にボトムで食ってきよるんで、駆け上がりに、当たった後は、ボトムをちょっと意識した、巻き、まあ、ボトムコンタクトさせるような感じの、可変リトリーブだったり、トゥイッチャーの方でもいいんですけど、まあ、デジ巻きですね、でもいいんですけど、これは、駆け上がり一撃やね、本当に。最高。これはちっちゃいな、これは40ないわ。こういうのもたまに釣る。でも、50オーバーの方が今のところたくさん釣ってるかもしれないね。50オーバーってことは言い過ぎか。40オーバーの方が多いですね。40以下より。釣れるな。もう一回ちょっと大きいになります。手前の駆け上がりは最後の、最後。流し切った後に、攻めます。そうだ。沖で釣れるのはそれに越したことはないよね。やっぱり。爆裂やな。爆裂やな、ほんと。連発連発。なんぼでも釣れるぞ。一生釣れるモードに入ってきた。ライトオリーブの方がもしかしたら反応がいいかも。ちょっとバイトの出る、あれが早いな。バイトが出るまでの時間が。流していき始めて、まあ、たまたま漁園のあるところに行ったんかもしれないですけど、結構その魚がそんなにめちゃくちゃ多いっていう感じではないんで、まあ敷地が広いんで、どうしても、まあ、散ってる感じにはなっちゃうんで、まあその辺、しっかりとこう、なんて言うんでしょうね、広く探れるように、まあ、このそういう意味でもこのドリフトの釣りっていうのはいいと思いますね。しっかり流れに当ててやることで広く、流していけますので、その辺もいいかなとは思うんですけど、分かるな。連発連発、あ、抜けた今日バラシほんま多いなでもめっちゃ連発してるけど、本当あれですね、センターよりダウン側ですね、ラインをピンと張った状態でダウン側なんで、かなり、流れには当たってる感じで、そんなにナチュラルに、だから逆に言うと落ちてないですよね。ちょっと引っ張られながら落ちてる感じなんで、それが逆に効いてますね。でも個人的にはこっちの方がイージーでいいですね。ライン張っちゃうと食わないような、パターンも結構あるんですよ、ライトニングって。そういう場合はドリフトさせるときは若干、送り込んでいかないといけないんですけど、それじゃないんで、
これも、まあまあ、これも確実40オーバーでしょう。ああ、いいね、いいね。はいはいはい。あれ、いいですね。まあ40ぐらい。いいですかね。ラインテンションをしっかり張った状態で送ってくる、流すので釣れるんで、そっちの方がやっぱ全然楽ですよね。半テンションで行くパターンよりも。はい、最高。スイッチで軽くサッと誘いを入れてからの、すぐにテンション上がって中層で粘らせると即バイトって感じですね。はいはいはい。ああ、そうでもないけどね。はい、まあまあでもこんだけ釣れると最高やな。やべえな。しかし反応がなければ一回こうファッと、リフトさせて、それからもう一回ドリフトホールさせる方が、魚影はそんなに多くないんで、やっぱり広範囲に、あ、また待った。広範囲にアピールさせるには、やっぱこう、定期的にこう誘いのトゥイッチ。で、あとレンジもちょっと上なんで、そういう意味でも一回リフトさせて、もう一回中層レンジをリセットさせて、流していくっていうことが、あくまでもこの中層の美味しいレンジを、こう、スーッとドリフトで流す。これがスーッと切っちゃって、ボトムの方に行っちゃうと、あんまり反応が良くないんで、こう、流していく過程で中層を切って、もうボトムの方まで行ったら一回パッと上げてやって、またこの中層付近を、なるべく平行で、もしできるんだら、できるならなるべく平行、その辺のレンジに近い感じで、ゆっくりとドリフト、ホールさせていく方がいいと思います。はい。中層を、キープ、なるべくですけどね、あくまでもその巻きではないんで、若干ずつは落ちてはいってるんですけど、まあ、流れを、に流しながらなんで、かなりその落ちていくペースがスローではあります。はい、流れにしっかり今当ててますんで、当てて、テンションをキープしてますんで、そういう流し方でいけば、その中層付近をかなり粘らせながら、流していくことが可能ですよね。はい、ボコボコやな、ほんまに。秋川子さん、やばいぞ。ライトイングとの相性がエグい。めっちゃ釣れるな、ほんまに。いつもこんな釣れんの？こんなに釣れない？今日が特別いい日なんかな？あ、そう。流れを噛み出してから当たりが出だす感じなんで、もうこうなったらもう、鼻からダウンキャストの方が効率いいですね。じゃあ、出たみたいな。これ50オーバーですね。あ、アルビノや。アルビノ、アルビノ。やったぜー。黄色い。かっこいいアルビノやな。でかいな、ほいで、このアルビノ。50あるなしサイズのアルビノですけど。よいしょ。はい。アルビーの、50あるなしサイズです。バッチリです。ちょっと若干レンジが下がったような気もしますんで、ちょっと、テンション抜き気味ホールでいきます。よっしゃ、でかい、来た来た、60、また出たよ。もうバラしたくないな。もう3、4本はね、60バラしてるんで。これでかいぞ。60で効くかな。まあ60台やけど。むっちゃでかい、むっちゃでかい。これちょっと、これ魚体取って。今日一、完全に。太さが尋常じゃない。多分65はあると思いますよ。めっちゃぶっとい。長さもあるけど、太さ多分エグいと思うよ、これ。ちょっとテンション抜き気味のホールに切り替えたんですけど、一撃でしたね。見えるあれ。やばない？やばないこれ。65あるやろ、普通に、余裕で。60後半ですね、これ多分。あと太さがやばない、これ。尋常じゃない太さしてるよ。トルク感エグい。重量感エグい。そんなにこう走る、スピードはないけど、このじり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 ともうずーっと持っていくこのトルク感。やばい、ちょっと駆け上がりに擦れるな、これ。
強烈。ゴンブトやで、これ、ゴンブト。衝撃やろ、これ、モンスターやで、モンスター。えげつないでかさやわ。腕がもうやられる。これはすごい。これはでかいやろ。よいしょ。取ってもらえるの？はい。70スッポリネットにギリや。めっちゃでかないこれ。何これ、化け物じゃない？モンスターやで。なんか長さはないけど、ここまでめっちゃゴンブト。これ見て、このサイズ20センチぐらいの太鼓割り。ライトイングのレモンチャート、ちょっとね、あのテンション抜け気味の、ホールに切り替えたら一撃でしたね。一発でした。この辺やっぱテンションちょっとね、レンジが下がったなと思ったんですよ。だからあのちょっとテンション張って今までは流してたんですけど、それをちょっと、スッとテンション抜いて、ストーンと流れに引かせないように、流れをかませないようにスーッと、落としていったら来ました。はい、最高です。しかし秋川子さんパラダイスやな、これやばいな。もっと早く来ればよかった。なんで今まで来なかったんだろうか。多分この動画が出ればみんなこぞってくるだろうな。よっしゃ、これもでかい。これはむっちゃ走るわ。どこまで行くの、ちょっと待って。強烈。うわ、止まらない。これやばない、これ変なとこかかってんのかな。普通に食ってこれやったら、これとんでもないでな。いや、多分これ擦れてるな。多分やけど、引き方が、これ擦れてなかったらこれ相当やろ。どうなんだろう、食ってんのか。食ってるわ。食っててこの引きかよ。異常じゃないこれ。いや、もうなんかもう今かなり強引にちょっと寄せてきたけど、スレやと思ったから。めっちゃ引くやんけ。ほいで、あれや、かかってんのは口やけど、なんていうの、こう、下びれっていうの、のところ回ってるから、変な感じのダイニングになったことやな。だからや。頭がこう、つむかへんパターンや。よし。オッケー。いった、ほいでこいつなんか、ミノーも食うてるわ。ミノー口にぶら下がってる。身の口にぶら下がったまま俺のフェザーも食ってるって食いしん坊のやつやな。いや、これめっちゃ走ったな。やっぱこういうスリム体型でマッチョな感じのやつの方がやっぱ走るんですね。俺のフェザーとミノーが一緒にくっついて。よかったな、お前このミノーも外れて50ちょいぐらいやけど、52、3って感じかな。やっぱこのなんていうの、あのスリムな体型のやつってむっちゃ走りますね。ドラグが止まらない。ちょっと嵐山さんをちょっと思い出しましたね。あの止まらない感じ。水深があったら多分もっとえぐかったやろ。足元にね、でかいのがちょっといるんで、あれちょっとサイトで、ドリフトでそこまで送り込みます。ラインを先行させないように、しっかり、ファーストコンタクトが、おっしゃフェザーになるように。あ、またバレた。やっぱね、まあバレちゃいましたけど、バレて言うのもなんですけど、あのドリフトで、サイトする場合はラインを先にヒューッと流しちゃうと絶対ダメなんで、ラインをはしっかりこう
たるみをこうなんて言うんでしょうね、こうラインメンディング、そのラインが魚の前に行かないように調整して、フェザーが一番先端に来るような感じでスーッとこう U 字で回してくるっていう風に、やった方がサイトで狙う場合絶対にいいですよ、はい、今左から右に流れが流れてるんで、ラインスラッグがこうあんまりこう向こうにたるんでいかないように、ちょっとロッドワークでこうちょっと左にロッドを倒しながら倒し持って、でキープすると、スラックが、向こうに行かないんで、であいつの鼻先に目がけて送り込んで、ガラガラッタ今度はでっけ、これも6丸ですわ、これも6丸ですわサイトで狙い撃ちしたとはいえ、あー6丸ってダメ、やっぱねライン先行させちゃうとダメですよね。こうやってスーッとフェザーが一番先端に行くような感じでドリフト流し込んでいかないと、サイトの釣りはなかなか難しいと思います。うーでっけー、余裕の60オーバーでしょもうこんな何本ヒットさせたか分からへんで、今日それぐらい釣れる、でっか、でかいねー、えぐいね、よいしょ、キャラクター、ほらやばいこんなん何本ヒットさせたかわからんですね。今日はバラシがめっちゃ多いですけどね、こんなん何発もバラしましたけど、でかいですね。でも最高です、やっぱサイトはラインを見せない、これ鉄則ですね。はい、ここからファミリーエリアということで、はい、こんな感じでここで V で、仕切りがあって、これネット張ってるんでしょうね多分、こっからこの区画だけ、初心者と子供さん専用みたいな感じで、はい、区画分けされてます。こっちがメインの方の、本土になりますんで、はい、受付から一番遠いところですね、あっちの方が、受付になってますんで、はい、一番奥側にちょっとしたスペースがあるんで、ここで今から、はい、ケイちゃんもうやってるし、はい、それではケイちゃん、今から初心者エリア、はい、で、頑張ってください。はい、はい、じゃあまずは、ライティングジグヘッドのそれ05ですね、はい、のダークオリーブ、さあ初心者エリアとはいえっていう感じで、なかなかそんなにバカすか触れるほどの魚影は見えないですけど、まあでもどうなんでしょうね、まあこの仕切りがあるから、割と、魚は、集まるんじゃないかと。お、バイトあったん、いきなりすごいじゃん、いきなり一撃で釣れたら初心者さん大喜びやな。え、ここは僕は、大人の、男性は禁止なんで。おお、すげえすげえ、いきなり釣れた、ネットネット、すげえ一撃やん、やったね。ちっちゃいけどな、むちゃくちゃちっちゃいね。ちっちゃいやつしかおらんの、あ、そうなんや。まあでもいいじゃん、子供はここでじゃあ飽きずに釣れそうやな。ライトイングジグヘッドの 0.5 です。もう外れてるけど、はい、これ受付で売ってます。はい、基本的には投げて、投げて基本的にゆっくり巻いてもらうだけでいいんで、はい、これだけできっと釣れてくれると思います。おで、コンっていう当たりがあったり、まあちょっとラインの当たりを取るのはちょっと初心者さんには難しいかもしれないですけど、まあ、ずっとこうゆっくりずっと巻いていれば、コンって手元にね、ちっちゃい当たりがコツっていう風に来るんでね、じゃあグッと合わせてもらうと、いいんですけど、この時ね結構鋭くこう強く、あんまり大きく動かさなくていいんですけども、ちっちゃくていいんですけども鋭く、合わせを入れてもらうっていうことが一つポイントですね、はいはい、では次はライトニングジグヘッドの 0.9 をちょっと使ってもらいます。ちょっと05だとバイトは出るんですけど、ちょっと乗せられないということで、重ための 0.9、 おっしゃ、来た来た来た、
やっぱ初心者さんは 0.9 ぐらいの方が、合わせが弱くてもかかりやすいんで、はい、バッチリね、よかったね。どう？来た、来た来た来た。いいねいいね、釣れるじゃん釣れるじゃん。ゆっくり巻いて、あとはしっかり合わせを入れると。この2つだけできれば、バッチリ初心者さんや女の子でも釣れます。はい、ちょっとルアー見してもらおうか。はい、ライトイングジグヘッドの、はい、これは 0.9 ですね。はい、受付置いてます。はい、はい、ここが、休憩スペースです。はい、こんな感じ。次レンジもあるし、お茶が、自由に飲めろ。次ご自由にお茶飲み放題。あ、なんかピザとかあるやん。すげえ、デリバリーなんだ。あ、めっちゃいいやん。あ、俺ピザにすればよかった。すげえ、石窯ピザデリバリーですよ。こんなんもあるんやん、平日限定。へえ、ね、すげえ。やりたいことはこの隣にバーベキューを。こんな感じです。はい、いい感じですね。設備きれいな。モンスター、これまだでかい。これも60オーバー。おお、鬼通りの後輩って映ってんのかな。やばいでしょこれ。どうでか。あー、鬼モンスターや。うわ、やばい。超一2かな、どっちやろ。さっき言ったあの恐ろしい70近いやつよりは、よりはだけど、相当でかいな。いや、すごいサイズよ、すごい。入れ。やーべえサイズ、また来た。えぐ。えぐすぎ。ライトイングジグヘッドの霊球ですね。霊球の、ダークオリーブを流れでシンクロさせるように巻いてきたら、中層でバッチリ食いましたね。はい、ちょっと風が強くなって、風と流れがちょっと同調したんで、そうなると、ジグヘッドで、あの流れにシンクロさせるように、沖の方ですね。そして沖の方がガッツリ巻いたら来ました。さあ、再びライトイングジグヘッド09の、巻きです。ちょっとね、風とね、流れが今同調してるんで、シンクロさせるように、流れにオッケー、巻いてくれば。やばい、これもモンスター特大特大。これも60クラスですね。多分この魚影エグいエグい。60アップ、またまた60アップ。わあ、でかいわ。でかすぎる、でかすぎる、でかすぎる。これもでかすぎるよ。おい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 、秋川子さん、これほんまやばいやろ。どうなになってんねん。強烈や。モンスターが連発ですよ、連発。ジグヘッドの巻きパターン、急に入ったな。おら。でっけえ、60クラス。でっけえ。連発や。連発。このサイズが連発っていうのがね。価値があるっすよな。ちっちゃいのは連発とかじゃないからな。すげえ楽しいんですけど、どうしよう。サマーランド住もうかな。サイドハンドキャストで、対岸の木に引っ掛けないように、木の下のシェードの中にぶち込んで、そこから岸際流れと風を使って、シェード沿いを、引くような感じ。 OK。やべえ、急に09の巻きがはまりだした。急にちょっと火が高くなってきて、急にですね、本当に一気になんかライティングジグヘッドの09パターンですね。09のダークオリーブですね。
連発でバイトを決めていました。ライトニングだけじゃない、なんか逆にちょっとライトニングが渋くなってきたかなと、まあ、ちょっと風も出てきたしっていうので、まあ、そのタイミングで、ジグヘッドの0球を投入して、表層からスーッと流れにこうシンクロさせるように巻いてくれば、ボコボコにバイトで出だした。この速度感がバッチリ合えば、まあ連発するんですよ。しかもこれもでかい、これもでかいですね。これでもまあ50ぐらいかな、50あるなしやな。まあでも十分なサイズやけどね。50あるなしですよ、これ。サイズや。あ、抜けた。すげえ、最高。サガーコリブの0球の巻きパターンがボコボコにはまってる。しかもこの真っ昼間の周り悶絶してる中でのこの連発やから、ちょっと異常な動きだけですね。最高。わ、また割れた。最悪。針がいかれた。この巻きの速度感と重さバッチリ合えば本当に連発ですね。再現性がえぐいわ。おっ、再現性がえぐい。これはちっちゃい。くそ、さっきのバラしたやつ、あれもったいなかったな。くそ。でも、もうボコボコですね。しかも周りがちょうどもう悶絶してる時間帯でボコボコっていう異常地帯です。はい。ライトニングジグヘッドパターンですね。受付に置いてますんで、ぜひみんな使ってください。使い方は、まあ、次第っていうのも、当然それはどのルアーも同じなんですけどね。使い方次第っていうところはありますけども、でも、ハマればそんだけ釣れるっていうのは確かです。はい。その流れと風がかなりガッとこう同調した時なんかは、ちょっと巻きを緩めないと、レンジが上がりすぎちゃうんで。やっぱですね。流れと風が同調すると、ちょっとね、巻き速度を緩めたなんと、引っ張られすぎちゃうんで、レンジがちょっと上ずっちゃうんで、それが良くないですね。そういう流れの向きと風との、方向性なんかも常に意識をかなり大事だと思います。はい、ライティングチーウェットの、09。これはホワイトにちょっと変えてみたんですけど、ホワイトもバッチリでしたね。はい、連発。これもでかい。これも50あるし。ライティングジグヘッドの巻きが本当にいいですね。最高です。めっちゃ釣れますわ。いい感じ。これも50あるのサイズですからね。よく引きますよね。こんなのだった。ボコボコや。結構バラシはめっちゃ多いけど、ノラに見たりとか。ゼロ級ほんまにハマってますね。ゼロ級のライトニング10月と。これダークオリーブですけどね。バッチリ釣れる。はい。これはちっちゃいね。はい、一撃。ラスティするわ。ほんまにこれも40ワットですね。ナイスサイズ。さあ、ライトニング10ヘッドの0球を、水車周りで、おっしゃ、流していったら一発でしたね。これでかいんちゃうかな。これエグいサイズだと思うで。これエグい。モンスター。エグいサイズ来たよ。えぐいサイズ来たね、これ。えぐいサイズ。水車周りも一撃やったね。ジグヘッドの0球で。えぐい。ちょっとこれ、ケイちゃん来ないかな。これはナイスサイズやと思うで、ちょっとまだちょろっとしか弱い見えんかったけど。重って。かなりのモンスターちゃうかな、これ。重量感えぐいんだけど。そっち行くなよ。竿がもう無事曲がってるわ。
全然浮いてこないですね。相当やなこれ。よいしょ、ゴンブトの60よう引いたわ。あ、何がちょっと後ろ。よいしょ、あ、でも55くらいやな。よう引いたな、これであんなに引くか。このサイズの割にはよく引いたな。これよりでかいやついっぱい出たんですけど、こいつが一番引いたかもしれないです。よう引きますわ。さっきまで使ってたやつ。投げたら一発やったよ。やっぱこっから投げないと、あの流れの中までぶち込まなあかんから、ちょっと飛ばさなあかん。この辺、あの辺になると複雑な流れになってきますよね、はい、あっちはどういう風に流れてるんですか、あの辺は。あそこは、はい、あのちょうどあそこのね、はい、の噴水のすぐ手前が深くなってる。あ、そうなんですか、ね、あ、じゃあそこに溜まってる。そこに溜まってる。はぁ、なるほど。あ、結構重たいもんね、飛ばさんとあかんですね、あそこまでやると思ったら。で、あそこからこの水車に向かってがこう駆け上がりがある。へぇ、あぁ、なるほど、そこについとるって感じなんですね。ちょうどこの場所から、はい、ここで結構でかいのかけてるんですよ。あ、ほんまですか。へぇ、ここも1球なんですね、ポイントして。よいしょ、ちょっと風がエグかったから若干ちょっと巻き調整をかなりしていたんだと思いますけど、これはまあまあ、40ぐらいですね、はい、よし、食った。若干巻き入れながらのドリフト、ぼちぼちやな、これ40ぐらいってところかな。水車から流れ出しはこの巻きの入れ方がかなり肝ですよね、はいはい、40ちょい、ちょうど、はい、ぐらい。巻きの入れ方肝です。流れが結構複雑なんで、あのどういう風に巻いていくか、巻きの量を調節してやることが重要ですね。やっぱりその流れていく、流されていきながらも、こうなんでしょう、ホールの感じを変えていく、角度を変えるっていう感じですね。結構今上ずってるんで、ちょっと巻きを入れながらドリフトホールでさーっと中層の方を滑らしていく感じです。まあまあじゃん、はい、まあまあサイズ結構引いたんじゃん、これライトニングジグヘッドの 0.9。 さあちょっといろんな場所でやっていきます。はい、食った、まあまあかな、40オーバーは確実やね。ほぼそういうサイズしかおらんけど、この場所も一撃でしたね。はいはい、40ぐらいのやつ一発でしたね。この場所も、ここめっちゃバイト出るな、はい、もう一度連発させたろ。ほら、連発や。ここやばいかもしれん。連発。うわ、この場所めっちゃいいな。これちょうど真ん中らへんぐらいですね。ちょうど空いたんで、ここ入ったんですけど。連発ですね。ほら、この場所一発やな。ちょっと沖の方の、表層に結構いますね。なんかあの辺が一番水深がすごい深くなってるらしくて、で、そこから駆け上がりになってるらしいですね。もうそのブレイクについとるような感じですね。遠投一発って感じですね。はい、これ、はい、というわけでフィッシュアップは秋川和子さんの、橋本さんです。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、いや、もう初めて僕は秋川和子をさせていただいたんですけど、むっちゃ釣れてすっげー楽しかったです、はい、本当に、はい、ありがとうございます。魚がとにかくでかいですよね。それだけは自信持ってやってますね、はいはい、綺麗な魚も多いですし、なんか結構僕も噂ではその難しいっていうふうに結構聞いてて、ちょっとビビってたとこあったんですよ。でもやったら全然釣れるじゃないかと思って、やっぱこう釣り方が結構こうやっぱちゃんとアジャストすればめちゃくちゃ釣れるなって言いながら思いながら今日ちょっとやらせてもらって、はいはい、釣る方は本当めちゃくちゃ釣れますよ。ですよね、これ釣れますよね、はい、ね、まあ、そのどうしてもね、その時と場合だったりとかね、はい、その状況にうまくアジャストできなければちょっと難しくなる方も ね、まあ、それは言うかもしれないですけど、そこを逆に言うとぴったり合えばむっちゃ釣れる釣り場さんですよ、っていうのが本当に今日実感としてあった、そうですか、はい、軽くもう100匹いっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの釣れたんで、しかもほとんどがもうこんなもうどでかいサイズで、腕パンパンになりましたね。あ本当にそういう方たまにいらっしゃいますよ。やっぱそうですね、いやもう1日でもう今日腕やられたんですけど、またぜひぜひ今度来させていただきたいなと思いますんで、はい、
今後ともよろしくお願いします。こちらこそお待ちしております、はい、ありがとうございました。お願いします。で、あの受付にあのフェザー、置いてるんで、それ使ってもらって、で、まあ、僕の動画も参考にしてもらえればかなり釣れる釣り場さんです、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしく、はい、お願いします。じゃあどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらに、フェザーバッチ並んでます。ちなみに今日のあたりカラーはこれでした。ダークオリーブ、これの、09が良かったかな。09何ちゃうもん、あ、もう売り切れと思ってる、うん、でも05でも釣れましたけどね、はい、まあまあ、ぜひ試してみてください。